菊池克人と佐々木千秋の言霊アラカルト。こんにちは皆さん、いかがお過ごしでしょうか。菊池克人です。こんにちは、女優の佐々木千秋です。この番組言霊アラカルトは筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業に就いております、私女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今回の最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池克人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーです。今回は2011年平成23年についてリサーチしてまいりました。まずは2011年、どんな年であったかと簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。まず大相撲八百長問題が発覚し、3月場所が開催中止となりました。東北地方太平洋沖地震、東日本大震災が発生し、地震と津波により福島第一原子力発電所事故が発生しました。菅首相が退陣され、野田佳彦さんが民主党代表に選出され、野田内閣が発足。スポーツでは FIFA 女子ワールドカップドイツ大会が開催され、なでしこジャパンが優勝しました。日本の、地上アナログテレビ放送が停波し、地デジへ完全移行したのもこの年です。で、被災3県では特例法が施行されまして、2012年3月31日まで延期ということになっていましたね、はい。そして外国為替市場で1ドル75円31銭をつけ、円の戦後最高値を記録したのもこの年です。北朝鮮の最高指導者である金正日が死去、後継は三男の金正恩ということで、ね、本当にいろいろなことがあった1年だったんじゃないかなというふうに感じるんですが、菊池さんにお伺いしたいと思うんですが、菊池さん、この年、はい、2011年、個人的にどういったことを思い出されますか。この年は、はい、僕はまだサラリーマンやってる時だったんですよ。で、八重洲にいたんですよ、はい。でね、やっぱ地震で、あれゴーッと音が聞こえたんですよ、でこれまずいなと思ったの、本当にその記憶が鮮明です。案の定、電車全部止まったでしょ、はい、そうですね。で、帰るに帰れどうするんだって、歩くしかない、はい。で、ただここで当時はもう必死だったんだけど、今にして思うと、ああと思うんだけども、僕は当時ムーバーを使ったんですよ。ムーバーって知ってる？携帯電話のドコモさんが出してる。そうそう、ずっと前ムーバー、はい、で、ムーバーもそろそろやめろって言われたんだけど、はい、まだ僕は持ってたの。おー、で、ムーバーしかないから携帯がさ、僕はさ、はい、それで自宅に電話して、はい、どうだどうしてるこうしてるんでさ、あと女房が働いてたから女房に電話して、はい、で、どこで中央郵便局で待ち合わせして、はい、そっから一緒に歩いて帰ろうって電話したんですよ、はい。で、どっちも全然通じたの。なぜかというと、みんなムーバー使ってなかったらなんですよ。そうなんで、僕はそのことが分かんなくて、はい、偶然うまく伝わったとか思ってさ、たまたま空いた会社に入り込んだんだ、よかったなとか思って、その程度しか認識なかったんだけど、はい、それもし理由が分かってれば、あの時電話ボックスにみんな並んだんですよ。携帯が通じなかったから。そうでしたね、確かに貸したんだよね、いくらでも。後ろからどうぞって言ってさ、もう俺分かってなかったからさ、はい、1人1分でも伝えれば済む話もたくさんあるじゃない。平気だよ、安全だよって言えばいいだけじゃない、はい、1人1分でいいからどうぞって言って、はい、後ろからずっと探したのにさ、僕はさ、はい、運よく自分が繋がっただけだと思ったからさ、何もできなかったんですよ。なるほどね。それね、やっぱりね、後になって気がついて、ちょっと後悔してんの。その後女房と2人でさ、ずっと歩いて帰ったんだけど、はい、本当にね、大きな川のうねりみたいな感じで、みんなあの道路をいっぱいに歩いてるわけですよ、はい、国道いっぱいだもんね、うん、で車が動けないからもういっぱいで、ただあの時良かったなと思ったのは、はい、いろんな喫茶店とか美容院が開けてくれて、はい、トイレどうぞって言って、みんな道路際の店がやってくれたんですよ、あれはね、すごいと思った。いや本当ですよ。喫茶店もお店やってないんだけど、トイレありますからどうぞって張り紙してくれて、あれはね、ちょっと感動もんでしたね。すごいなと思った。本当になかなかね、できないでしょ。できないでしょ。世界でやんないでしょ。みんな、ね、従業員もういないわけだよ。そこでオーナーしかいないんだろうけども、はい、だから賊が入ってきたらどうしようもないけども、でもトイレ困るでしょって言うんでさ、
特に女性のトイレ、そうです、ね、女性トイレありますとか張り紙してあって、ありがたいですよ。 あれはね僕は見た時に、はい、あすごいなと思った。あでもねそういう経験をやはりされるとまたね、そうね、いろいろなこう見え方も変わってきますよね。素晴らしさというかさ、当たり前にやってる素晴らしさってやっぱりこういうところに出るんだなと思った。そうなんです、ね、あの非常事態にさトイレ使っていいですよって普通やらないだろう、店怖いじゃん。いやねそうですよね、本当すごいなと思いましたね。いや本当にね、うん、2011年、まあ、私もね宮城県の出身なので、そうだよな、はい、やはりもうこの年はちょっと忘れられないというか。そうだよな、はい、ただまあね、あのこう人間と人間の関わり合いというものをこう教えていただいた、本当にそうだね、年なのかなっていうふうに感じて、うん、本当にそう思います、うん、おりますね。はい、では続いてですね、そんな2011年の新語流行語についてその一部簡単にご紹介させていただきたいと思います。はいはい、まずはなでしこジャパン、サッカー日本女子代表の愛称です。7月17日女子ワールドカップドイツ大会で日本は2対2からの PK 戦で優勝候補のアメリカを3対1で振り切り初優勝をしました。そうだったよね、はい、国際サッカー連盟 FIFA 主催大会での日本の優勝は男女通じて史上初、そして 大会 MVP と得点王には澤穂希選手が輝きました。当然でしょうね、はい、そして8月なでしこジャパンには日本政府から国民栄誉賞が授与され、うんうん、震災に沈む日本を元気づけてくれましたよね。本当そう思う、うん、そして絆、未曾有の大災害であった東日本大震災は人々に絆の大切さを再認識させてくれました。復興に際しての日本全体の支援、協力の意識の高まりだけではなく地域社会でのつながりを大切にしようとする動きや結婚に至るカップルの増加などの現象が見られたのも、まあ、この年ということで、うんうん、ね、絆は今年の漢字にも選ばれたということです、うん、はい、そしてですね、スマホ、パソコンと同等の拡張性を持ちインターネットにそのまま接続可能な携帯電話、うんうん、アップル社の iPhone シリーズが大人気となり、うん、その後 Google 社が提供する Android を搭載する機種など各社が類似端末を発売して製品ラインナップを広げていきました。2011年はスマホ普及の年と言われ、夏には携帯電話端末の販売台数の半分以上をスマートフォンが占めたということです。ね、えこういろんな、ね、ことが変わっていく年だったんですよね、うん、はい、ということでですね、はい、皆様いかがだったでしょうか。皆さんの記憶、あの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千明です。さてここからはゲストの方にスタジオにお入りいただきました。菊池さんの筆跡心理分析を行っていただくのですが、今回はなんと菊池さんの幼馴染で、そうなんだよ、はい、音楽プロデューサーの村松義さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします、はい、スペシャルゲストの村松義です、音楽プロデューサーをやっております。はい、今回もあの今日とても私たち楽しみにしておりましたので、はい、よろしくお願いします。楽しい話をしたいと思います。それではですね、早速なんですが、まずは村松義さんについて簡単なプロフィールをご紹介させていただきますね。よろしくお願いします、はい、村松義さんは東京都のご出身で、1975年に本格的音楽レコーディングスタジオチョコレートスタジオをオープンされ、その後キティレコードのプロデューサーとして思い出がいっぱいで有名な H2O さん、上田正樹さん、安全地帯さん、日本フュージョン界の第一人者のお一人である深町淳さんなどをプロデュースされました。そして何といっても横にいらっしゃる菊池さんの小学校からの旧友でいらっしゃいます。はい、ということで、まあ、同級生でいらっしゃいますかね、お二人とも。はい、いいことですね。はい、さてですね、いろいろとはちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、今回あの私はもちろんなんですが、ラジオをお聞きの皆様もですね、ぜひお伺いしたいと思ってらっしゃると思うんですけれども、菊池さんは子供の頃、はい、どんなお子さんでしたか。村松さん、もう新面目と書きまして、はい、真面目つい最近、はい、女の子の話を聞いたぐらい、女の子には興味がないというような顔した真面目。あ、そうだったんですね、はい、知りませんよ。あらま、真面目な、はい、
方だったんですね。真面目でした。あ、なるほど。まあ、あの逆にこう菊池さんからご覧になられて、うん、村松さんってどんなお子さんでしたか？うん、あのさっきさ、はい、あなた小学校からとおっしゃったけど、はい、本当は西荻幼稚園から一緒なんですよ。そんな幼稚園から幼稚園から幼稚園と小学校と中学校は、はい、なぜか同じだったんだよ。まあ、近所だったからさ、今でもそういうことあり得るんだけど、はい、一緒でしたよ。ただその後高校からもう違っちゃったから、あ、彼は私立行って僕は都立行ったから、うん、もう高校大学その後も全然違うので、はい、ものすごいブランクがあるんだよその後。あ、そうだったんですね。さっきご紹介で聞いたものは、はい、もうほとんど知らないの僕は。あ、そうだったんですね。そう、いろんな芸能界で活躍されたことは僕はほとんど知らないの。じゃあなんかその菊池さんが村松さんと、まあ、小さな頃幼稚園ぐらいの時に、うん、まあ、会った時の印象はもしかしたら覚えてないかもしれないんですけど、小学生くらいの印象は何かありますか？まあちょこまかちょこまか動いてるんですよ。あらまあ、ちこちこちこ。ただね、はい、一部の先生からすごい好かれてた。あー、そうなんですね。うん、それはあったね。それはあったね。昔だから結構先生との関係とかさ、はい、生徒ってできたんだよね。今と違ってね。そういった意味では好かれてるなっていうのは思う先生もいた。そうだったんですね。うん、いやー、なんかいいですね。こう幼馴染がまたこうやってね、お会いして同じ番組内にいらっしゃるというのはこれ奇跡的なことでございます。いや、驚いちゃいますよね。本当ですよね。うん、ありがとうございます。また一緒に三輪車乗るぜ。さりげなく村松さんが三輪車に乗ろうとおっしゃってますが、さてそれではですね、いよいよ菊池さんに筆跡心理分析結果を披露していただきますが、今回のゲスト村松さん、現在の心境いかがですか？現在の心境ですか？はい、たった今ですか？はい、たった今の心境でございます。菊池君にしっかり分析していただいて、はい、今後の参考にさせていただきたいと思っております。あ、なるほど、はい、今後の参考にということで、はい、楽しみにしていてください、はい、なお村松さんには放送直前にいつものようにノーインフォメで美しい未来の幸福な様子、漢字で美、ひらがなでし、漢字で未来、ひらがなでの、漢字で幸福、ひらがなのな、漢字で様子で、美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただき、それを菊池さんにはお渡ししております。また毎回申し上げております通り、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトで検索をしてみてください。それではお待たせいたしました、菊池さん、分析結果を交えながらお話しください。はい、まずこれを見た時に、はい、すぐわかるのは、はい、もう上に余裕がないような状態で、美しいって字から書き出してるでしょ、はい、でこれって本人は無意識で書いてるんだけども、これを結構開ける人もいるんですよ。開けない人もいるよ ね、 そうですね。村松さんの場合は開けてないんですよ、うん、てっぺんを。でこれはどういうことかというとね、はい、いいと思ったらすぐやる、すぐ行動する、うん、黙ってらんない、うん、まずやってみなきゃみたいなとこがある、はい、でただ見てると分かるように字の間の間隔が結構狭いんですよ。これ詰まってるんですよ。字の間隔が狭い人って結構せっかちなんだよ。どうですか？だからいいと思ったらもう待ってらんない、すぐやる、あ、それが結構強いね。うん、だからぼーっとしてるのを見ると何やってんだよ早くやろうぜってことをこう人をせかしたり、はい、自分がせっかちだからさ、はい、そういうとこがあるね。っていうのはこれ、もうこれ見たらすぐ分かります。字の細かいとこ見なくてももうこれ配置見ただけだって分かるわな、はい、一番上に余裕がなくてさ書いてるんだからさ、はい、というのがまずすぐ分かるのね、はい、で時間が時間って字の間がね、迫ってるからさ、で詳しく見ていくと、はい、美しいっていう字の、はい、横線が美しいっていう字の下の台っていう字の横線が、はい、非常に長いよねこれね、バランス全体から見ると。そうですね、ガッと書いてあるわけですよ。はい、でこれを書く方というのはこれ職人さんの字って言われてるんだけども、はい、自分の中に高いスキルとか専門性を持ちたい人の書く字なんですよこれ。だから持ってるか持ってないか分かりませんが今の段階では、ただしそういったものに対してモチベーションが上がりやすいんです。だからそれが上がるとなったらやりますよこの方はという字なんです。うん、だからで最後まで一列で書いてるでしょこの字は、はい、それとということはどういうことかというと、一度決めたら一途にやる、おでさっき言ったようにすぐに行動したい、で専門的なものを得たい、あるいは高いスキルを生かしたい、結構めんどくさいよこれこの世界行くと。
うるさいよ。あらら、うるさい。その専門的なものは絶対これ妥協しない人ですよ。ダメなものはダメっていうことを言う人です。なるほど。だからそれはこの人が自分で、村松さんが自分で知ってるかどうかがとても大事だね。これはさっき話題になったけどさ、小学校の時と違うね、この辺はね。あそうですか。うん、へすぐに行動したけどさ、はい、そんなこだわりあるように見えなかったもん。あらあとね、未来っていう字のやっぱり右が長いんですよ、はい、右のあの払いが。あそうですね。この払いが長いっていうのは、はい、筆が離せないっていう見方をするんですよ僕らは、これ一番最後の部分じゃない、でこれが長いということはいつまでも結構未練を持ってみたり惚れ込みやすくていつまでもいいなと思うものに対してこうずっと依存するというかさ、いいないいなと思いながらそれを思い浮かべるというかさ、そういうことを結構やる傾向が強いんですよ。ある意味では思い入れが強くていつでまでやるんだけども、はい、ある意味では惚れっぽい。だこれはいい悪いじゃないので、それをどう使えばいいのってことは自分が考えることなんだよね。特に専門性を求めてるから、その世界のものを極めていくとどん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 突っ込んでいきます。そういった意味では強さに化ける可能性がある部分なんですよ。それともう一つ、左側、未来も未来の未も来もそうなんだけど、はい、左側の払いもさ、はい、結構長いんだよ、横にベタっと。そうですね、結構これはね、芸能人に多い字と言われてるんだけども、自分がどう見えるかなって結構気にしてます。へ、だから自分が視覚的にどう見えるのかどんな風に見られてるのか、それをいわゆるなんとかうまくそこはしたいな、印象だから大事だよなってことが結構意識が高いっていうか、そういったものをとっても大事にしてるなってことがやっぱりこれ感じますね。芸能人はこれ長いんですよ、大体。もっともっと長い人いるんです。そうこれも典型なんです。どう見えるかな私ってっていうことがその字に、まあ、現れてるわけだけどさ。それとね、様という字の起編の横線の第1画目の入り込み方がひねって入ってますよね、はい、これ、このひねりっていうのは結構その人のこだわりを出すとこなんですよ。なんでひねんのって話ですこれ、要は私が、俺が村松だよっていう感覚が深いところにあるんですよ。わかるかみたいな、そういう感覚で、これも自分の自意識の問題なので、どうやってうまく使っていくかによってエネルギーになるんですよ。モチベーションを生むんです。モチベーションに火をつける、そういった部分なんです、これ分かってないとどういう発言をするかというと、みんな当然そうだろうって言っちゃうんですよ、いやみんな当然そうじゃないんだって、自分はその分が強い、強かったらそれをどう生かそうかって考えることによって、自分の個性が生かせるってことでしょ、みんなそうだろうって言ったらさ、何生かしていくか分かんないじゃん、そうですね、というのよく分かる。あとは様という字の起編が1,2,3,4 画目、はい、2画目の縦線を4画目の横 の右の払いが軽くというか、これはっきり切ってるんですよね、重なってしまってるんですよ、はい、これを書く方は結構物事白黒はっきりさせようぜっていう人が多いんですよ。で特に 字の間が詰まってるって話をしたでしょ、はい、これを共通で考えると、相手にすぐに「んでどっちなんだよ君は」ってすぐ聞きたくなる。白黒つけたいしせっかちだからそれをすぐ求める。だこれだって今せっかちって言い方はさ、あんまりいい表現じゃないかもしれないけども、はい、すぐに決めたがるってことはある意味では判断が早いってことなんですよ。人がぐちゃぐちゃ迷ってる時に白黒つけてやってみようぜって言うんだよね。で彼は動くからすぐに、動いてみてダメだったらやめちゃうよって話なんだよ。これをだから自分で自覚してればいい方向にも使えるでしょ。そうです、ね、それをだからどこまで自分が知ってるかってことになると、これは周りには分かんない。あそうか、でも知ってれば活かせるよねってことなんだよ自分の特性って。知らないとみんなの真似をしちゃうんですよ。そうですね、でもそれは違うだろうと、その人の人生はその人のやっぱり生き方考え方があるんだから、それをまず知ることによって、はい、次の段階に行けるのは自分が作るしかないんだよね。あだから今ねいろいろお話したけども、はい、どれ一つとしてこれが悪いんだよ直した方がいいんだよってことは言ってないでしょ、はい、言う必要ないんです。なぜか悪いんじゃないんだよ、はい、もし悪いと思っていたら過去に悪いとこで出しちゃったことがあった。いい悪いじゃないんです、どこで生かすの、それを考えることなんです。いかがでしょうか村本さん。いかがでしょうか。なるほどです、そういうことなんだよ ね、 はいいろいろね。
や実際にこう菊池さんの分析聞かれて、はい、まあ、ご自身の中で、はい、なんてねおっしゃってくださってましたけれども、はい、ああこういうとこあるなとか、はい、そうかもなみたいなところがございましたか。たくさんありましたたくさんありましたか。大体その通りだと思います。そうだったんですね、はいはい、いやでもあのねあの幼い頃にはなかった特性、まあ、その専門性という部分とかに関してはやっぱりこう大人になるにつれてっていうところもねもしかしたらあるかもしれないですね。だからそれをうまく活かしたんだろうなと思う、うん、先ほどの経歴を聞いてるとね、はい、こういったところをバンバン突っ走ったんだろうなっていう気がしますね。その間は僕は知らないからそうですよ、分からないんだけどそういう気がします。この字を見るといやーなんかこう面白いですよね。はい、はい、まあね、ちょっと感動しました。あ、感動しました本当ですか。本当です。なんか会話が減っちゃったんだけど大丈夫。ちょっと胸にグッとくるものがあったんですかね。いやでもね本当にこの分析につきまして、まあ、ご自身の中でなんとなくこう温めていただきまして、はい、まあ、ただ菊池さんがよくこうおっしゃってらっしゃるようにですね、あくまでこう参考にしていただくものであって断言するものではないこと、はい、これだけはくれぐれもご注意いただければと、はいはいはい、思います。さあ今回のゲストは音楽プロデューサーの村松義志さんでした。村松さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。ではここでラジオを聴きの皆様にご報告がございます。この番組言霊アラカルトは今回の放送をもちまして残念ながら終了となります。おおよそ1年半にわたりましてお聞きいただきました皆様、この番組をご愛顧いただきましてありがとうございました。ラジオを聴きの皆様に菊池克人さんからご挨拶をお願いいたします。はい、どうも1年半もの長い間いろいろありがとうございました。本当にとっても楽しい時を過ごさせていただきまして、はい、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。で私はこの言霊アラカルトという中で、はい、筆跡の分析をしますよっていうことだけをお話してきたんですが、実はそれをやりながらやっぱり言葉がその人の無意識の世界、僕は潜在意識と呼んでるんですが、その世界にどんな影響を与えるかってことも実は一緒に研究をしております。だから時々番組の中でもこの言葉ってこうでしょって話をしたんだけども、言葉には全て前提というのがあるので、それを知ることによって言葉の使い方が変わりますよね、考え方が変わりますねっていうことなんかもやってます。でもしこういったものにですねご興味ある方いらっしゃれば、まさに表参道潜在能力、この2つのキーワードを Google で打っていただければ、株式会社オーライアンっていう私の会社が出ます。表参道にある会社なので表参道潜在能力です。これですぐ出ますので、そちらからお問い合わせといただければ助かります。まあ お気軽においでくださいということもあるしそうですよね、はい、ぜひぜひ。あと佐々木さんからもねぜひよろしくお願いいたします。 はい、ありがとうございます。はい、まあ、1年半というね期間、まあ、実際にいろいろなことを、まあ、文字を通して言葉を通して行動を通してだと思うんですけれども、まあ、人それぞれいろんな個性があって、まあ、それが本当にね菊池さんがおっしゃっていらっしゃるようにいい悪いではないということをすごく気づかせていただけた1年半かなと。それよかった。はい、私自身は感じておりました。はい、で、まあ、本当にねその言葉の使い方、まあ、いわゆる言霊ってこういう力があるよねとかっていうお話もすごく自分の中では納得しながらいつも聞かせていただいていたので、まあ、今後ねこれから長い人生の中でいろいろなことが私自身もあるかもしれないんですが、まあ、菊池さんに教えていただいたことをねこう胸にこれからまたね頑張っていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、それでは皆様またどこかでお耳にかかりたいと思います。皆様のお相手は菊池克人と佐々木千秋でした。今まで本当にありがとうございました。